はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第111回でございます。で、今回のテーマ、まあ緊急のね、臨時会なんですけど、10万人記念イベントについて、ドネスに書いてある通り、イベントやります。はい、今年もね、イベントやらせていただきます。で、まあそれの説明をする動画となりますので、まず、いや、イベントとか興味ないっす。っていう方はね、もちろんここでピッと止めちゃってください。本当今回イベントの話しかしないので、時間もったいないからね。で、例えば、去年のイベントを知ってて、あ、ちょっと聞いてみたいって思う方とか、え、イベントって何?って思われる方は、ぜひ、聞いてもらえたらと思います。ちょっと細かいこともいろいろお話しするので、よろしくお願いいたします。じゃあ、早速行きましょう。でね、去年のイベントを知ってる方はね、あ、また同じだって思うと思うんですけど、また同じです。はい。イベント2つやります。イベントっていうか、勝手にやるだけなんですけど、一つ目、下の方にある丸1のとこで、またまたありがとうを伝えに行きますと。これはですね、直接行きます。俺がみんなのとこに。日本国内限定にはなっちゃうんですけど、行くよ。去年もやったんで行ったんだけどさ。そう。で、2番目は手紙を送ります。これはもちろん海外でも構わないです。日本国内に限らずといったとこになります。で、応募するにあたってなんですが、アドレスはね、そこに書いてある。まあ、はい、h_4_leaf@yahoo.co.jp です。で、そこにね、どちらのイベント、ね、応募する場合も送ってほしいんですけど、送ってもらうにあたって、必ず書いてほしいことがあります。それぞれ、ちょっと分かれてるので、そこを必ず今から、ちょっとね、長くなるんですけど、聞いてやってください。そこの記入漏れがあると対象外にしてしまいますので、せっかく応募いただけるんであれば、そこを書いてもらえたらと思いますので、よろしくお願いいたします。よし、じゃあ行こうか。これね、去年伝え漏れが結構あってね、あたふたするっていう事件があったから、ちょっとメモしてるんだけど、また、伝え漏れがあったらツイッターで追加しますんで、すいません。よろしくお願いします。で、まずね、一つ目、ありがとうを伝えに行く。まあ、直接自分がみんなのところに会いに行く企画なんですけど、これ書いてほしいことがね、いくつかあって、まず1個目が名前です。で、これはですね、ちょっと去年と違うんです。今年は本名で書いてください。で、こっちのありがとうを伝えに行く方だったら、フルネームじゃなくて下の名前だけでもいいです、別に。できればフルネームがいいんですけど、これは下の名前だけでも OK です。ただ必ず本名で書いてください。で、2番目。これ超大事なんですけど、もう1個、この動画アップした時に同時のタイミングで、保護者の方向け、にこのイベントに関する案内を、まあ紹介ですね、をする動画を撮ってます。これは顔出しで撮ってます。そっちはで、おそらくこれね、どっちのイベントも応募できるのって学生に限らず社会人の方も OK です。保護者の方も OK です。実際去年行った時に、去年1泊2日で行ったんですけど、全国回ってね、その7組かな、ご家族で、ね、会わせていただいた方もいれば、社会人の方も成人されてる方だけであったりとか、中学生の友達同士で来てくれた方とかも、いろいろいろんなパターンがあるんだけど、どれでもいいんです、別に。そう。いいんですけど、もし、未成年の方、特にまあ、小学生だけで来ることはないね、中高生だけで会いに来る場合は、必ず保護者の方の許可を取ってください。で、その保護者の許可の取り方なんですけど、この今ね、概要欄、下にね、リンク貼ってるんですが、もしかしたらね、右上のインフォメーションのとこでも動画リンク貼れればやろうと思ってるんだけど、そっから保護者の方向けに、動画を撮ってます。4分ぐらいの動画。で、それを必ず見せてください。俺のことを知らない保護者の方には。で、それで、いいよって、応募してもいいよって言ってもらえなかった場合は、応募しちゃダメです、絶対に。で、ここは去年も同じことを話したんだけど、そこで、ちょっとやめなさい、そういうのはって言われる親御様絶対いらっしゃいます。でも、それは普通なんです、別に。いい?みんなにとっては、俺のね、動画使ってくれてればさ、もうハイチさんっていう存在一応知ってくれてるとは思うんですけど、知らない保護者からしたら、ネット上の人間だから自分は。やっぱり不安になるって、普通にね。だからそこは粘っちゃダメ。いいかい?他の、もっと公ななんかイベントとかできれば、そういうふうに、もうちょっとね、知名度が上がれば、そういったものもできるようにこれから頑張っていくから、その保護者の方が心配しないでも会いに行ける状況を作るように頑張りますので、今回はそこは諦めてください。保護者の方が反対された場合はね、いいかな、絶対それで怒っちゃダメだよ。お父さんお母さんに心配する気持ちは当然なんだから、いいね。でもちろん保護者の方同伴で来てもらうのもありなので、まあ、それはそれでいいんですけど、でそれが2番目、保護者の方にその動画を見せたか許可を取ったかを書いてください。
で、3番目が、今回そこの日時、ね、11月21から23の9時から18時って書きました。で、これは来月11月の土日月の3連休なんです。そう、これ3連休ぶつけるのね、いいのか悪いのか分かんないんですけど、まあご家族で旅行とかはあるかもしんないけどね。で、これ3日間全部使うかはまだ未定です、実は。で、どういうことかっていうと、今回その3つ目、書いてほしい3つ目がね、何日の何時ぐらいが希望ですって書いてください。これは別に、3日間どこでもいいですって書けたのも大丈夫です。ただ、部活とか、まあ、塾とか分からないよ。今、ちょっとね、1ヶ月前なんで、現段階で分かること少ないかもしれないんですけど、何日の何時ぐらいが希望ですという時間指定を書いてください。これは複数でも OK です。21日の何時と何時、22日の何時と何時ぐらいがいいですとか、それでも OK。細かく書いてください、そこは。こっちのスケジュール決めなきゃいけないので。で、実際みんなから応募してもらって、ルートを決めます。できる限り一人でも多くの子に会えるために時間のそのロスがないように組むんですけど、新幹線とか電車のこうなんか都合も全部見てね。で、それで2日間だけで行けるなと、まあ2日間だけに固まってるなってなったら、その場合は2日だけにします。でも3日必要だなと思ったら3日やるかもしれない。それはちょっとわからないです、まだ。それはみんなの応募次第で、一応みんなが応募できるのがその3日間のその時間だよと思ってください。で、18時で今切ってるんですけど、ちょっとね、18時も結構遅くね、暗くなっちゃうんであれなんだけど、もし保護者の方同伴、ご家族でって場合はそれより後でも OK です。別にそれちょっと時間都合がつけばなんですけど、こっちがというふうに思ってください。学生の方だけで会う場合は必ず18時で切ります。いいかな。で、実際に会っていられるのはマックス1時間です、1組。それは10分だけ、20分だけでもいいです。これ、この後に書いてもらうことにもつながるんですけど、最大1時間。まあ、会えることができると思ってください。できる限りね、多くの方に会いに行きたいので、まあ、その時間に関しては、ね、ご了承いただければと思います。で、ここまで言ったのが、まあ、本名、まあ、下の名前でもいいから、本名と、保護者の方の許可を取ったか、動画を見せたかっていうところ。3つ目が、何日の何時、希望か。これが3つ、まずね。で、いっぱいあってごめんね。4つ目。これが、何県の何駅かを書いてください。自分は電車で行きます。車じゃないです。新幹線の電車を乗り継いで行きますので、何県の何駅に来てほしいかを書いてください。これ、駅から離れた場所とか、ちょっとあとタクシー使ったりとか、時間ロスが出てきてしまうので、駅でお願いします。で、5番目。ここが多分一番大事かな。会って何がしたいかっていう。で、これに関してはですね、あと1時間っていう尺が決まってますけど、それを満たしてくれれば大丈夫です、基本的に。何でも。何でもって言ったらおかしいけど。例えば、去年やったこと、ざっくり言うと、普通に学生、中学生の友達のね、グループで来てくれた方は、普通にプリクラ撮り行ったし、その子たちと撮ったりとか、あと、普通にね、川沿いでベンチ座って相談乗ったりとか、進路相談乗ったりとかもしたし、あと、ご家族で会いに来てくださった方は、子供たちにちょっと勉強教えたりとかもしたし、お店で。そう。で、あとは、お母さんだけで、途中でね、娘さんも合流されたんですけど、お母さんと話して、こう、いろんな、なんだろう、お母さんが話したいことを一緒にお話しするっていう。そう、お店とか、外とか、まあ、どこでもいいんですけど、行ける範囲であれば。そう、っていう感じなので、基本的に本当、会って何がしたいかっていうのを書いていただければ。で、それで何分ぐらい必要なのかも、もし分かればね、書いていただけるとありがたいんですが、それをまず書いてほしいと。で、それと一緒に、人数も書いてください。一人で行くのか、家族で行くのか、友達と行くのか。それは、後々、多少ずれても構いません。一人で行こうと思ってたんですけど、後で二人足してもいいですか？それも構わないからですね。ただ、一人って言われてたのに、20人で行きますとか、10人で行きます。ちょっとやめてください。いいかな？団体なんだっての、団体っていうことを考えた上で時間を構成を組むので、こっちも。そこはちょっとお願いします。ね。で、最後は、これ書いても書かなくてもいいです。フリートークです。まあ、基本的には、自分はその場所と、ルートを決めるので、ルートを決める上の場所と、あとやっぱりメールに書いてある言葉で、会いに行く子を選ばせてもらう、会いに行く方をね、選ばせていただくので、まあ、何か書きたいことがあれば、フリートークを書いていただければと思います。まあ、一応、編集でそこに文字載っけれたらなと思うんで、いっぱい行きましたけど、その7つ、まあ、フリートーク含めてね、7つじゃないか。あ、人数分けると7つか。だね、それを書いていただければ、これ漏れがあるとちょっと対象外となってしまいますので、よろしくお願いします。で、長くなってますけど、次手紙の方ですね。で、手紙の方は去年3名に送らせてもらったんですけど、一応今年はですね、まあ
去年ね、手紙もすごい多かったので、応募が。なので、一応5名。これね、結構ガチで書くので、自分。そうなんです。いつも動画見てくれてありがとうございますって、これ応援してますんで頑張ってねとかじゃなくって、普通に手紙がっつり書くので、いっぱい書けないんですよ。そうなの。で、どうせ書くんだったらちゃんと書きたいっていう風なタイプの人間なので、多分最大5名かなと思います。はい。で、こちらは書いていただくことすごくシンプルです。まず名前。これは本名、フルネームで。手紙を送んなきゃいけないので、必ずフルネームで書いてください。で、2番目が郵便番号と住所です。手紙を送るからね。で、その個人情報に関しては必ずこっちがしっかり管理して、イベント終わったら破棄しますので、はい、そちら安心してください。で、3つ目、どんなことを書いてほしいかです、これは。で、これはただ単に手紙が欲しいだけだと、本当にいつもありがとうって終わっちゃうので、例えばどんなことで悩んでるとか、例えば受験に向けてね、励ましてほしいとかでも構わないです。で、これも去年やった時に応募あったんですけど、保護者の方が、お子さんへのサプライズで、書いてほしいって方が結構いたんです、これ、実は。で、それはもちろん可能です。去年、それで書かせてもらった方もいらっしゃったので、普段子供が見てるんですけどって、そう、ちょっと受験が近くて、で、ピリピリしてるんで、ハイツさんの方から書いてもらえませんかみたいな。もう喜んで書きますんで。はい。もしね、そういった形でもサプライズって言われたらサプライズだと思って書きますので、その旨も書いてください。で、こちらの最後もフリートークです。なんか、思いがあれば書いていただけると、それを読んだ上で選ばせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。といった感じで駆け足で話してしまいましたが、ですね、あと大事なことは、あと手紙に関しては、遅くても1月の頭までは送ります。12月中に送れるように頑張ろうとは思っているんですが、一応受験には間に合う範囲では送れると思っておりますので、お願いします。で、大事なことは締め切りですね。はい。これ、両イベント、両方ね、1番、2番、両方とのイベントとも、ちょっと早くて申し訳ないんですが、今日10月の20日にアップしてますので、約1週間、来週の月曜日、26日の23時59分、つまり27日になった瞬間に、申し込みを締め切らせていただきます。1週間しかないんでね、大変申し訳ないんですが、イベントまでの日時があと1ヶ月しかもうないので、早めにいただいて、ルートを決めて、ホテルとかを取らなきゃいけないんですよ、自分。泊まるとこも確保しなきゃいけないので、早くなってしまうんですが、その日時、締め切りね、守っていただけますよう、よろしくお願いいたします。で、大事なこと言い忘れました。両方のイベント、費用全くかからないです。交通費とか全部自分が持ちますので、ただ、駅まで来ていただくのに、電車を使うとか、送っていただくって、その手間に関してはちょっとね、かかってしまうんですけども、基本的にお金はかかりませんので、安心していただければと思います。で、会いに行きます企画の方は、去年はね、失敗したんで分かんないけど、一応ね、ビデオ持ってって、ビデオ撮りながらやるかもしれないです。ただ、そこで、使う、使わないは、もちろん、使わない場合も多いですし、ちゃんと話をするので、ね、使ってほしくなかったのに、使われましたとかいうことは絶対ないからさ。うん、でもね、ビビってね、多分ビデオ撮れない気もするんですけど、まあちょっとね、その辺は、おいおい、当選された方に話し合っていけたらなと思っております。では本当に駆け足となりましたが、ここまでねご視聴いただき本当にありがとうございました。で、正直ビビってます。応募が来るのか。まあ去年もね、まあ、3万人のなんだ3万人記念イベントでやらせてもらった時も結構たくさんの方からねご応募いただけたので、また来るといいなとは思っているんですけども、ぜひたくさんの方からご応募いただけますよう願っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。では、また変更とか、大きな変更があれば動画撮りますけども、基本的には、ツイッターの方で、告知という、告知に変更とかもね、伝えていこうと思いますので、もしよかったらそちらもね、細かくチェックしてもらえたらと思います。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。